はい、ともゆうたです。今回は愛車紹介動画になるんですけど、今回はちょっとスペシャルゲストの方を呼んでおります。多分皆さんご存知だと思うんですけど、プロの走り屋の石崎さんの車をちょっと紹介していきたいと思うんで、お楽しみに。はい、はい、じゃあ石崎さんの車をちょっと紹介していただきたいと思います。じゃあ、まずちょっとこの車を買った購入のきっかけを教えてください。はい、じゃあ、元プロの走り屋やってました石崎です。この車はですね、もともとその、車系の会社にいて、ね、メディアとかやってたんですけど、そこで、ガズーのラリーチャレンジに出たら面白いんじゃないかなと思って、もともと GDB のインプレッサの F 型乗ってたんですけど、から乗り換えた形で、購入しましたが、結果ラリー出ず、辞めてしまうっていうね、会社ごと辞めちゃうっていう辞めちゃって、で、そうですね、いろいろちょっと別のこととかしてて、まだラリーには出ておりません。基本的に街乗りメインで使ってます。そうなんですね。はい、はい、これは86の前期ですかね。そうですね、前期の、前期の後期型、最後の方のモデルですね。なるほどですね。はい、だからエンジンのリコールとかにも対応してないやつですね。あ、そうなんですね。エンジン壊れないやつです。あ、それはじゃあ良かったですね。良かったですね。良かったのかな。でも前期型今買うと無償でリコールしてもらえるみたいなんで。あ、そうなんですね。だからこれから86買う人、中古で買ったらリコール出せばエンジン新品乗せ替えられるんで、逆に前期の方がいいかもしれないですよそれはお得ですね。お得です。はい、わかりました。じゃあ、外装からちょっと紹介していきたいと思います。はい、本当の外装からちょっと紹介していただきたいと思います。はい、はい、基本的にはレギュレーションの関係もあってノーマルです。ノーマルで、もともとガズーのラリーチャレンジ走ってた車なんで、ステッカーが貼ってあって、牽引フックですよね。牽引フックがあって、あとはちょっとラリー車っぽい汚れカスタムをしてあるかなっていう。そうですね、ちょっと近くで見てみましょうか。はい、こんな感じの傷、汚れもうすごいですね走ってる跡がバッチリ残ってますね。ラリージャンプしたり、はい、悪路走ったりするんで、致し方ない。そうですよね、勲章みたいなもんですよね。そうですね、はい、走行性能には関係ないんでね、あまり気にしてませんはい、じゃあそうです、ぐるっと回ってきますかね。アルミはこれ今転がし用のがついてるんですけど、はい、あ、そうなんですね。一応規格ものなんでちゃんとバランスとかは出てます。で、タイヤがグッドライドの、スポーツ、SA37 って書いてあります。はい、じゃ後ろの方に回ってくると、はい、リアも本当牽引フックだけですよね。本当ノーマルです。なるほどですね。はい、はい、外はじゃあこんな感じですかね。そうですね、もうだって普通の86です。なるほどですね。ブレーキパッドとかは変えてらっしゃるんですか。もともと前のオーナーがラリーやってたんで、ラリー系のパッドが入ってたんですけど、はいはい、今はちょっとそれも減ってきちゃったので、っていうのと街乗りがメインになっちゃったので、ディクセルの、ES だっけかな、純正同等のブレーキパッドがついてます。なるほどですね。はい、わかりました。じゃあ外観はこんな感じでノーマルルックっていう感じですね。はい、ノーマルです、はい、じゃあちょっと内装早速行かせてもらいます。はいはい、ノーマルですよ。はい、じゃーん、ノーマルですけど、やっぱこの目につくのがロールゲージですよね。ね、これはどこのやつが入ってるんですか。これはいわゆる純正オプションになるのかな。はいはい、はい、TRD のロールゲージだと思いますね。なるほどですね。ね、前のオーナーが適当だったんで汚いんですよそうなんですね、はい、
ダッシュとかも貫通してないタイプ、貫通してないですね、ことですね、はい、本当ポン付けでつけられるタイプの、そうなんですね、ロールケージです。はい、わかりました。あとは変わってるとこというと、内装がないですよね。あ、そうですね、はい、ちょっと走り屋感出てますねこれも前のオーナーがやっぱりその、防音材というかメルシートだったりを、軽量化のために、ここはレギュレーションで OK なので。あ、そうなんですね、外してあるって感じですね、はいはいはい、なんで結構うるさいですよ、うん、そうですよね、やっぱり音入ってきますね。はい、わかりました。本当はあの、G グレード一番、まあそうですね、あのスポーツモデルというか競技ベースではない中で一番喧嘩モデルなので、やっぱりハンドルとか、あとメーター類もですね、すごくシンプルなものがついています。なるほどですね、ナビもないですし、オーディオもないですあ、そうなんですね、はい、なるほどです、わかりました。ちょっとボンネットの中も見させていただきます。はい、これすごいですね、すごいですね、土の汚れが。これはこれ洗ったんですけど、はい、こう粘土質の部分ものが熱で要は焼けちゃって、はいはい、ほぼ固着というか硬くなっちゃってるんですよね。取れない感じなんですね。取れない、多分ゴシゴシやれば取れると思うんですけど、はいはい、なんですか、まあ、水圧かけるやつあるじゃないですか、はいはいはい、勢いよく出るポンプとかでバーってやったんですけど落ちなかったんで。ああ、そうなんですね、はい、まあ別にこれもね速攻性能には関係ないんでねそうですね、はい、特に気にしてはないです。わかりました。特にいじってるところっていうのは、そうですね、本当、ノーマルです。でノーマルなんですね。変えたところっていうと、はい、ベルトのテンショナーがここですよね、はい、ここなんですけど、はい、こうガタ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 歪んじゃったんですよ、はいはいはい、でこれ多分もしかしたら持病かもしれなくて、あの別の車両でもそういう症状は出てたんですよね、はいはい、で特に問題は出てはなかったんですけど、ちょっと怖かったので、テンショナーだけ変えてあります。はい、でエアクリーナーがこの中に入ってるんですけど、これもやっぱりあのラリー走った車なんで結構汚れてたんで、あ、そこも変えましたね。なるほどですね。これエアクリーナーはブリッツのを入れました。ブリッツ、はい、音とかって変わるんですか、ね、変わんないですね。変わんないですね、はい、分かりました。はい、はい、じゃあ早速ちょっと乗らせて今もらってます。僕86初めて運転するんでちょっとワクワクですね結構ロールケージがあって僕背大きいんですけど、シートが後ろに下がらないっていうちょっと窮屈な運転にはなってるんですけど、あとミラーもちょっと上が合わせられないですね。ありますね。でもバケットに変わればその引っかかりがなくなるんで、多分ポジションを合わせられるんですけど、はいはい、ちょっとノーマルシートのものでそうですよね。でもまあ乗員保護になるんでいいですよね。まあラリー入れるからには必須ですね。そうですよね。あとはやっぱかっこいいですよね。まあロールケージやっぱいじってる、いじってる感あってすごいかっこいいと思いますね。僕もちょっといつかやりたいなと思ってでも思ったより結構下のトルクがあります。そうですね、あのやっぱ割とやっぱエンジンも最近の作られたエンジンっていうのは乗りやすいですね。結構ですか。僕の中ではでもこの車ノーマルはやっぱりそのスロットルレスポンスが悪いなっていう。まあまあ許せるんですけど、はいはい、本当にこう転がり出しの時のクラッチミートの合わせる時の突きだったりとかやっぱり悪いし、旋回してから閉じてもなんか閉じるのも遅いんですよ。ああ、そうなんですね。それは僕の VAB でちょっと感じる時はたまにあります。そうだから本当
車が少しスッて前に進むっていうのはありますね。あ、なるほど、うん、結構なんか動きがやっぱ軽いように感じますね、うん、VAB からだと200キロぐらい軽いですからね。そうですよね。これは純正レーサス、純正です。ロードノイズもすごいから、まあ、街乗りメインって考えた時にはちょっと使いにくいなっていうのが。そうなんですね、うん、結構やっぱフロアの遮音材みたいなのがないんで、うん、結構音がすごい入ってきますね。うん、そうだね、車との一体感っていうところが。そうですかね。まあうるせえっすよ。もうちょっとなんかね、静かだったらこう女の子を誘ってデートなんか車で行こうよなんて言えるんですけどね。さすがにこれだと気が引けるから、ね。現代でよくこういう車作ってくれたなと思います。そうですね。やっぱ普段 VAB っていう四駆で割と重量級の車乗ってると楽しいんじゃないですか。そうですね。やっぱ全然乗り味が違うんで楽しいですよね。なんか前乗ってた FR は重いんでまた違うなんか FR の軽
感じがやっぱしますよね。高級車感というか、まあ、高級車ですからね、スカイライン。そうですね、どちらかというとスポーツというよりそっちに振ってますからね、どっしりした。そうですよね、まあ、Z と中身一緒ですからね。そうですよねあ、なんかアクセル残ってる感じありますね、これ話しても。ですよね、やっぱり。もうなんかチューニングの方向性で喧嘩とかしちゃいそうですけどね。そこいじんのみたいな。そうですよね。違いそうですよね、うん、女子とはやっぱり。私このアルミにしようと思うんだよね。え、なんでそのアルミ？ありますね。いいじゃん。私これが好きなんだから。え、だってこの車ってやっぱスポーツ系の車だからやっぱりスポーティーな車が似合うと思うんだよね。いいじゃんっていう喧嘩そこはちょっとやっぱ譲れないとこありますからね、カスタムのポイントは。でもやっぱりカスタムって自己表現であって、はい、まあ、本当に個人の自由じゃないですか。そうですね。でもやっぱ付き合ったりとかすると口出ししたくなっちゃうなそうですね、やっぱ自分の価値観をちょっとぶつけちゃいますけどね。これ大変なことです。そうですね。多分女子は見た目の方に行っちゃいますよね。性能より僕らはやっぱ走るんで性能いっちゃうんですけど。確かにその辛い人もかっこいいと思うんですよ。はいはい、でもなんかそのというどうしたらこのレンジの落ちちゃうじゃんみたいな。でもなんかかっこいい車乗ってる彼女とかいたらすげえ嬉しいな。そうですね。乗りたいです、僕女の子の。やっぱたまにいるじゃないですか、こうバチッと決まってくれる。いますね、いらっしゃいますね。すごいですよね。ショーパン履いて、こうブーツ、ロングブーツぐらいの感じで、ちょっとエロい。何を言ってるんですか、私は。ちょっと手が伸びちゃいそうですけど、ね。全然伸びない。鼻の下が伸びる。でもね、なんか運転走り系だったらこう助手席とかポッて乗らされて、すげえ綺麗にヒールトゥーとか決められて、街のりの交差点とか曲がられたら、ちょっとそれだけでかなり好きになっちゃいそう。やばいですね、それはもう痺れちゃいますね。なんかのきっかけで迎えに来てもらってね、おのにこんな車乗ってんのみたいな。でこうブンブンなんて行かれた日には、大丈夫ですか、こんな話で。あ、
全然大丈夫ですよ。逆にこう彼女に乗ってもらいたい車ってあります？彼女に乗ってもらいたい車ですか。どうだろうな。でもやっぱ珍しいスポーツカーとか乗ってたらちょっとおっドキッとしますよね。例えば珍しいスポーツカーなんですかね、珍しいスポーツカー今で言うと MR2 の初期型とか。あ、最高ですね。なんかこだわりがあって乗ってたら、うん、あね、素晴らしいですよね、うん、なんかやっぱちょっと詳しくあってほしいですよね。あ、そうですね、うん、なんとなく乗ってるんではなくて、何かしらのやっぱ車好きの理由があって、そうですね、乗っててくれると話が合うのかなとは。そうですね。この車結構燃費良くて、あ、そうなんですね。で、これファイナルが今期とかの 4.3 に変わってるんですよ。はいはい。もう高速で普通に 13.45 ぐらいは出ちゃうんですよ、ゆっくり走ってる。あ、そうなんですね。だいぶ燃費いいですね。多分前期の 4.1 ファイナルとかに変えれば、本当にアベレージで15ぐらい、14.5、もうワンランク上の燃費となっちゃうんじゃないかなと思って。それはもうスポーツカーなので燃費もいいんで。燃費いいですね。最高ですね。いい車だと思います。空力もいいし。ああ、そうなんですね。このミッション、はい、これ実はスバルの TY75 の TY75 ベースなんですよね、確か。あ、そうなんですね。GC とかの5速、GDA とかの5速を6速化したっていう。あ、そうなんですね。確か北米仕様のレガシーにこのミッションあるんですよ。あ、そうなんですね。全く同じ6速の TY75 ベースの6速。はい、あれもともと5速ですけど、はい、まあ、6速に混んだのが確かあって。そうなんですね。日本には入ってきてないと思うんですけど。やっぱさすが詳しいですね。この間ウェブで読みました。なんかやっぱいわゆる最近系の車が出てきた時って、昔を知ってるユーザーからすると重くなったから終わりだなとか、排ガス規制がなんとか終わりだなんて言われてたと思うんですけど、僕そうでないと思ってて、やっぱりその逆に車としての懐が増えてくればなっていう。さっきも言ったんですけど、その街乗りもできてサーキットもちゃんと走れるっていう、はいはい、懐の深さがよりあるのがやっぱ最近の近代の車かなっていうふうに思うんですよ。やっぱ一昔の前って どれかに振り切ってたじゃないですか、はいはい、街乗り系は街乗りばっかりだし、走り系はもう走り特化だしっていう、はいはいはい、そのバランスの良さがなかったんですけど、やっぱりこの86なんかなんていうんですかね、こう走れる、サーキットとかもスポーツ走行もできるし、街乗りも楽しめるっていう、そういうバランスの良さがやっぱ最近の車にはあるのかなっていう。すごいですよね、両立できるっていうのが。そこが、ね、そこじゃないかなと思いますね。やっぱりトルクの可変バルタイとかの味付けもどん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 乗りやすい方向になってますし、とはいつつもやっぱり速さだけで言うとやっぱ一昔前の車。そうですね、やっぱ軽いですよね。まあね、GTR とかなんかもう技術の使い方が違うじゃないですか。そうですね。だから35と34を比較するっていうのはある意味ナンセンスな話ではあるとは思うんですけど、はいはいはい、でもやっぱりこう例えばランサーとかインプレッサーの系列っていうのは比較しやすいですし。そうですね。まあ結論全部いい車なんですよ。そうですね。それぞれに良さがあるんで、ね、個性があって。いいですよね。じゃあちょっと試乗の方させてもらいました。はい。であと石崎さんの方で個人でなんか YouTube のチャンネル作ったみたいなので、そちらの方もチャンネル登録と皆さんご視聴よろしくお願いします。一応僕のチャンネルの概要欄に貼っておきますので、はい、よろしくお願いします。あ、今、まあ、ご紹介していただいたように勝手に、YouTube チャンネル始めていきますので、ぜひぜひ、見てください。あと
愛車紹介させてくれる方も募集してますので、多分概要欄あたりにツイッターとかアカウント貼ってもらえてると思うんで、そっちから DM とかもらえたら、全国どこでも行きたいなと沖縄と北海道はどうだろうな行きたいですね、うん、行きたいなと思ってますので、ぜひぜひ愛車紹介させてください。はい、じゃあそんなところで今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。